ニコラス・スズキは、カナダ・オンタリオ州出身のアイスホッケー選手。ナショナルホッケーリーグのモントリオール・カナディアンズで、プレーしている。2015年のオールプライオリティドラフトにおいて、応援サウンドアタックから1巡目、全体で14番目で指名された。2016から17年のオールシーズンでは、得点ランキング2位、ポイントランキング5位という成績を残し、オールの、 オールスターセカンドチームに選ばれ、ウィリアム・ハンリー賞を獲得した。2017年6月23日に行われた NHL のエントリードラフトにおいて、ベガスゴールデンナイツから一巡目、全体の13位で指名を受けた。2017年7月16日、3年間のエントリーレベル契約にサインした。2018から19シーズンの開幕前に、 モントリオールカナディアンズにトレードで移籍する。カナディアンズはキャプテンのマックス・パチョレッティを放出し、ゴールデンナイツからフォワードのトマーシュ・タタールとニックスきお及び2019年度のドラフト2巡目の権利を獲得した。2019年10月3日のカロライナ・ハリケーンズ戦で NHL デビューを果たした。10月9日のバッファロー・セーバーズ戦で初アシスト、NHL での 初めてのポイントを記録。同年10月17日に初得点を記録した。カロライナ・ハリケーンズにドラフト指名されたライアン・スズキは実定で、祖父は生物学者、環境保護主義者のデビット・スズキのいとこにあたる。ニックは日系五性のクォーター。ありがとうございます。